はい、どうも皆さん、トライアングルです。青の塔からスタートなんですけど、今回ですね、ゴールに、青鬼じゃないわ、ふわっティ、ゴールあるじゃないですか、青の塔のね。で、そのゴールを、ふわっティで突撃させたらどうなるのかな、っていうことで、ちょっと今回やっていきたいんですけど、ちょっといろいろ問題がありまして、それをやるにはね、かなりちょっと条件が難しいんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、まずふわっティが出てくるステージが、3ステージになるのかな。まず、こちら5階の、デンジルの、大量に、まあ、でもこれは、他にも青鬼がいっぱいいるので、ちょっと厳しいと。うん、ゴール前まで連れてって、さらになおかつ、それふわってだけ連れてくるっていうのは大変なので、ちょっとこれはなしだとして、まあ、一番緩くなるのはこちら、クワガッティですね。はい。クワガッティ、でも、そのゴールまでクワガッティ来てくれたかなっていうのがちょっと、あるので、ちょっと、うーんっていう感じで、で、次がレインボッティなんですよ。でもレインボッティはね、ステージ自体が難しいんだよね。でも、一番やりやすいのはこれだと思うので、レインボッティ行こうかな。でもな、スイッチの位置によってこれ絶対クリア不可能とかあるんで、安定するのはクワガッティか。ちょっとクワガッティでまず1枚目やってみます。リトライ4回できるんで、ちょっとこれやってみて難しいなと思ったら、ちょっとレインボッティで、いいスイッチの位置になることを祈りつつやろうかなと。多分レインボッティ難しくなってるんで、ちょっと難しいんだよね。ということでじゃあ行きましょう。まず最初、ローラースケートをゲットしたいところだが、まあ、とりあえずやり方としてはですよ。その、まあ、簡単です。ふわっティが、まあ、来るんで、いやー、それは無理ねーん今のはちょっと、ああいうの引いちゃう可能性があるのか。じゃあやめとくか。宝箱取っちゃう？でもな、さっき見たらことになるからやめとこう。まあまあまあ、別にローラースケートあろうがなかろうが関係ないからね。別にいいんですけど、できればなんかレアスキンゲットできたら嬉しいな、みたいなぐらいなので。で、ゴール前で、まあ、ふわっティがね、突進してくる瞬間に、あるよね、OK。で、してくる瞬間に避けると。そしたら、その、ゴール、のところに突進してくれるはずなので。でもちょっとタイミングが難しいかなっていうところかな。はい。まあ、最悪、いや、でも僕があれか、その、ゴールの前で待って、ふわっティに突進してもらうっていうのはダメか。それじゃダメか。ふわっティ途中で止まっちゃうもんね、多分。僕を倒したところで止まっちゃうから、なるべく引きつけて、早めにちょっと準備したい。3体は、ちょっと待ってくれ、それは。やばいやばいやばい、待って待って待って、ごめんごめんごめん、許して、許して、ごめん、許して。マジで許して。ちょっと待って待って待って。スイッチ押して、押すじゃん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 。いける、いける。ふっ！ゴールしちゃった！ここゴールなの？ゴール位置なの？ここ。ちょっと。ここゴール位置なんかい。あれ？触れちゃった。そうか。うわ、今いけたな。オッケー、クワガッティでじゃあできるってこと分かったんで、ちょっとクワガッティで何回かやってみようか。ここ。ちょっとここで頑張ってみたいと思う。できるできるいけ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 る。今ダメ、ドーン、ダメか。うわー、来ない。あー、タイミングわかんない、タイミングわかんない。こういう感じでいいと思うんだよ、こういう感じでいいと思う。いやー、でも今のはちょっとビビっちゃったか、ビビっちゃったか。止まった。待って待って待って、今ね、突進してきて、いや、今わかんない、どうなんだ、え今止まった、止まったよね、今明らかもっと距離あったけど、今止まったよね、キキキキキって。キキキキキかわかんないけど、やっぱあそこに壁がある設定になってんだ、フワッティからしたら。当たり前、まあそりゃそうか。多分プレイヤーとしてはもう一歩先進めるけど、ふわっティからしたら青鬼判定では壁があるんだ、多分あれ。いや、でもわかんない。ちょっと距離遠かったかな、今。いや、今止まった気がすんだよな、一瞬。切って。ちょっともし、ちょっとコメント見て、全然距離あったでしょっていうコメントが多かったら、ちょっともう一回やります。ちょっとごめんなさい。青鬼チケットがもう0枚になってしまったので、ちょっと一旦これで止め、多分止まった気がすんだよな。ちょっとごめんなさい、ゼロになっちゃったので、通常ステージ行きたいと思います。いや、レインボッティでやってみようかな。楽しい。よし、じ
じゃあこう好きじゃないわ。待ってね。こちらですね。何にしようかな。いやこういうのあるから本当おすすめな。何にしようかなができるんだよなこれで。あーでもちょっと新しいスキンそろそろ追加しようかな。お気に入りスキンというかちょっとやっぱりもうちょっと数が欲しいかなと思うので、でもそんなにがっつり今お気に入りっていうスキンはないから、じゃあ使ってないスキン、ベリアルでも使ったか。ベリアル使ったから、あこれ白蛇っていうのかわかんないけど、こちらちょっと使っていきましょう。まだ一回も使ってないはずなんでね。さあそしておそらく明日ですね、明日新シーズンが始まりますので、まあ新ガチャと、あと新どうなんだろうな、新ガチャと新青でも前回新青に来たけど、まあ2周年前か2周年が被るのかわかんないけど、大きなアップデートになるのか。今んところでもツイッターの方でね、青鬼さんはツイートしてないから大型アップデートの予感ガタガタみたいな感じで言うんですよ、青鬼さんって。大きなアップデートの時は多分まあ通常のガチャのみみたいな、うん、ガチャのみは怖いな新しいコラボとかの可能性もあるけど、まあでも今自己物件コラボとね、やってるんで、多分谷もしくは降臨イベント、一番可能性があるのが降臨イベント、まああと青旗か、青旗もしくは降臨イベントかな。でも青旗は正直よっしゃ行こうか、よろしくお願いいたします。目の前の宝箱は多分あの招き猫ちゃんに取られちゃうから、いやでもさそろそろ運営さん神鬼のさどうですか、いや裏ステージクリアしてからそういうこと言えって。違うんですよ、裏ステージじゃなくて裏ステージのさ、よかったらなんかちょっとやり込み要素みたいなのどうですか。招き猫もうみんなゲットしてんじゃないかなっていう、やっぱりレア宝箱からゲットするっていうのもうちょっとなんか新しいのとか、それかなんかね裏ステージのじゃないなんか別のなんかステージみたいな、うん、僕みたいに裏ステージがクリアできない方のためにみたいな、そんなんがあったら嬉しいなーなんて思ってる所存でございますが、毒切り来ちゃった買いました。あちょお願い開けてまだガスマスク持ってないんで私、ありがとう、センキューベリーマッチ。さあ行きましょう。いやでもこの白蛇すごいいいな、個人なんか可愛いな、なんか正面だけ見てたけど横すごいいいの、使いたい、食べちゃうぞペンギンちゃん、ガスマスティンありがとう、キノコ派なんだ。いや残念ながら私ちょっとタケノコ派持ってないんだよね、僕は。ってごめん、タケノコ派なんだ、やばいな、喧嘩起こるかな、タケノコ派なんて言ったら。ちょっと待って、これ最終地点どこだ、わかんない、あここだ、おそらくここが最終地点でござるが、うわいいな、狛犬スキンが欲しい、私は非常に狛犬スキンが欲しい。しかし私は我慢の一手といったところか。さあ鬼が来る、生存10人か、ちょっと待ってくれ、どうするか、ここでコリオンに来てる、大丈夫ここは特に問題なスキング、あべここか、でキラキラが欲しい、キラキラがいっぱい欲しいのに取れない、これが悲しき結末。そしてこの抹茶フラッペさんとの私との最終決戦と思ったら裏ステージさんもいた、しかし私は狙われることはないなんて言ったってハグじゃん、さあ裏ステージくん、私と一緒に戦おうではないか、どちらが先にガスマスクが切れるかの勝負になりそうな気がするが、その前に私は勝利を収めさせていただくぞ、すまないね、よし、キリキリオッケー、勝った、あぶねー、ということでこれで勝利確定かな、大丈夫ですね、ありがとうございます。はい、ということでまあ、とりあえず今回はちょっとフラッティで、ゴールのところ突撃させてみましたが、まあ止まっちゃいそうな気がしましたね、多分わかんない、ちょっともしあれだったらもう一回プライベートでやっとくので、動画撮りながらね喋りはしないですけど、ちょっとまたお見せできればなと思います。はい、ということで今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価、そしてベルマークよろしくお願いします。じゃあお疲れ様です、バイバイ。